昨日のね配信終わりとブログに配信7時からって言っちゃったんですけど、あれめちゃくちゃミスです。すいません。その普通に明日をお平日やと今日がお平日やと勘違いしてたから7時って書いちゃったんですけど8時半です。すいません。でね、ツイートもしようと思ったんだけどちょっとできひんくて、そうそう7時からね待ってくださってた方はすいません。早い、私からカバンに入れた。早いまだやった宿題何もしてない、準備してない学校の。まあまだ明日明後日あるからね。明後日かも、明後日やからね。何トトロ見忘れた。あれ金曜ロードショー？そっか、今なんかいっぱいやってんのか。今起きた。おはようございます。ずいぶん余裕。あ、宿題？うん、だってもう終わってるもんそうだから、あとは始業式前に荷物をまとめるだけ。なんかの大があやめちゃんの現状ぴったり。もう現状じゃないけどね、終わっちゃったから台風少し遅くなって天気いけそうやね。ね、よかったほんまに。でも昨日ね結構風強かった。まあそれはシンプルに昨日が風強かったんか分からへんけど、来週は見ないと。ラピュタを見ましょう。見ましょう。初めてのバラエティ公演で見えて嬉しかったね。ありがとうございます。密着見た。あー密着ね、金曜日やもんね。昨日金曜日めっちゃいろいろある金曜ロードショーもあるし、あのあれもあるし、あの密着もあるし、あやめが今見てるドラマの最初あのあれでもある毎週金曜日のあれね。
来週の火曜水曜あたりやばいみたい。そう、もう学校始まってるって。その2学期始まってすぐ台風直撃いちゃう。いいよね、テーマ曲も好きやし、わかる。ラピュタ、ラピュタ、ラピュタ、ラピュタは結構ジブリの中で好きな方。いいよね、話が。それ交代当日、当日になっちゃった。もうそれ交代しちゃった。金だけに忙しい金曜日ね。まあでも金曜日にやってくれるおかげで土曜日って時間あるじゃないですか、休みやから。だからね、うん、それはそれでありがたいです。前からゆいちゃんの宣伝するコメントの人の感じ間違えてて、そう、あやみのみがみー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 美しいなってんねんけど、まあもうね、ずっとやってくださってるから、もう諦めました。まあいいかと思っても、そう、一回ちょっと最初の方に、ね「ミーミノルです」って言ったけど、台風で学校も休みになるかも。ああ、学校ね、どうなるんやろ。あやみの住んでる市がどんぐらいの被害を受けるかよな。そう、だからその状況によっては始業式始まったのにすぐまた台風休みになる可能性があるのよ。うちの山内さん、トトロ見たことないしね。あれもね、トトロ記憶にないよ。どんな話か分からへん。だから。まあ、とか台風は近畿直だよね。なんやきゃ。かわいいね。かわいすぎる。あ、400のやつありがとうございます。これどこで、どこ、あ、これか。あれ、あ、ムーチさん、なんか何これ、カンカンに入ってるのかな。カンに入ってる。クマちゃんもありがとうございます。あとはあのね、400日のやつもありがとうございます。ここだ、ここ。もうちょっと下か。あ、ここが、ここが、ここや。ここや、ここや、ここや、来た来た来た。学校26日からです。おっと、暴風警報出たら休み。そう、まあ分からん、どんぐらいの被害受けるか分からん、分からんからね。
あゆみたちの死が。この前あゆみたのフォルムにもコメント連投してみんなに漢字間違ってて、あみのあみのみとかってこと？さあみのみ海やもんね。台風が来ると信じて宿題残す子いそう。うわいそう、絶対一人おる。学年に一人は絶対におる。もうえかだんだん台風来るって分かってなくてもやってない子おるね。知り合いでジブリシリーズ怖くて見れへんって言ってた子いて、誰にも共感してなかった。確かにジブリシリーズはホラーとは本当にかけ離れた話だよね。でもジブリが一回ホラー作ってみてほしいかも。どんぐらい怖くなるのかな。今日で400回なんでね。そう、今日で400日です。あ、花火なのねこれ。あ、お前ちょっとよう見たらさ、400玉花火って書いてるわ。キラキラに埋もれとったけど、500玉じゃなかった。花火の打ち上げつつやね。死ぬ。100日おめでとう、ありがとうございます。いっぱい くしゃみ出る、やばい。よしよし。ラムーとかコストコ行ったこと、ラムー聞いたことない、聞いたことない、行ったことない、聞いたことないって、うん、あんま聞かん。ラムー、うん、ま、聞き覚えがあるなぐらい。コストコはマジ愛用愛用って言うのは行けてないけど、結構行ってる。この前あの門真のアウトレット行った時に、買い物でね行った時に、その近くに、ね、コストコあるじゃないですか。その時にもじゃあコストコ行きましたね。アミのルームであゆみを宣伝しまくってたのか。なるほどなあ、なるほどなるほど、そういうことね。ねんもあやみきぬがさ、なんとかなんとかなんとかまでしか読めへんわ。なんとかの墓とか怖いけど、怖いやつあるんや。まあ、都市伝説、ああそういうことね。ならそっち系か。うん、確かに。でも一回エナミアジブリの方々にそのガチホラーを書いてほしい。伏線回収で怖いとか、伏線なんかその考察したら怖いことが、怖いホラーやったことが分かるとかじゃなくて、ホラー映画としての映画を一旦なんか作ってみてほしい。どんな感じになるんやろね。怖すぎて寝る制限かかるかも未知の動物みたいなのが多くて苦手なのかな。ジブリのホラーは斬新かもね。一旦もバリバリコアに
ナウシカのめっちゃ結構ホラー映画か。あ、みナウシカ見えてないねんな。キャラクターのあれビジュアル好きやのに。バチバチ楽しみ。そうバチバチってます。つい言うと小さい頃はラピュタのロボット兵士怖かったよね。確かに。ラピュタ、ラピュタね。最後はほんまに好き。最後もっと好き。あれどこ、あ、あったハイローラーが出て、結構、うん、結構ハイローラーが出てかもしれない。めっちゃ好き。あとはね、最近はコストコになんかでっかいマフィン、マフィンじゃない、なんかマフィンなんかバカへんけど、そのあって抹茶のなんかマフィンの中に、そのなんか結構下の方にクッキー、子供にしたやつ入ってたりするのやつがめっちゃ好きで、さっきバーバーがくれて一回食べてめっちゃハマってんけど、コストコ混んでた。あれいつ行ったっけな、夏休み、夏休み中か、違うな、夏休み中か、違う、夏休み中じゃない、夏休みの直前やあんまね混んでなかったかも、コストコの中は。でもマジ火強すぎてやばかった。コストコといえば昨日滋賀県に初コストコオープンした。すごいだね。ほらお盆休みに私も子供を慣れてると言ったよ。おいいですね。いやアウトレットとさララポートが一緒になってるからさ、マジいろんな服あっていいよね。いろんな種類のあれがある。子供は車で行ってる、まあ車があるからね、家族で行ってるから車で。ホタル、あれでホタルって読むんや。昨日ラブーの27円安、安っ、すごい、なんかラブーどこにあるんかな。ジブリのガチホラーでもジブリ飯美味しそうに食べるのかな。ジブリ飯だけは美味しそうに食べる、それはもう守ります。あ、遅刻太郎さんや、漢字間違いなかった、あの漢字が漢字間違いどころか名前がなくなっちゃった、あやみの。海外の人がナウシカ好きすぎて実写版勝手に作って YouTube にアップしろみたいな、行動力鬼すぎるやろ。逆にすごいよね、著作権どうこう関係なく、それで自社を作ろうと、だから作りたいとだけじゃなくて作ってアップするっていうのがすごい。みさちゃんバース、そう今日はみそちゃんのバースデーでございます。書いて大きいに変わるけど仲良くです。確かに大きいからさ分かるかも。でもなんかパーティーの時とかにさいいよね。コストコの一人のホットドッグ、あ、でも好きホットドッグ。あ、そうね、コストコのソフトクリーム、まあめっちゃ美味しい。あのねめっちゃ滑らか、もうミルクアイスって感じ。
だ結構ねマンゴーも人気です。マンゴーのジュースコストコ近くにないから行ったことないよね。楽しいのかな。バーリ楽しいです。もうやばい楽しすぎる。見るだけでも楽しいもん。あもうこれ美味しそうこれ美味しそうこれ美味しそうってなって、ま、た買いすぎには注意ですね。量が一つの量が多いから無駄にしちゃうかもしれない。あ、でもコストコのさ寒いゾーンがバリ好きなんよね。涼しいのあやみ、オッケーあやみ、やばい。ラムには6個100の高い計算があるらしい。知らないけどね。バーリ安いじゃないですかラム。すごっ。味噌ちゃんこ二十歳になりましたね。味噌ちゃんこすごい。あ味噌ちゃんが二十歳になりました。え、そう昨日さびっくりした。あのチャイルドシートやさあるじゃないですか。あれ身長150センチ未満の人もつけないといけなくなって、そ前まで140だったんですけど150まで上がったから。あでもね、みさらちゃんはギリ大丈夫よね。アミよアミ。みさらちゃんはねギリ150超えてるんですけど、超えてないのはアミですね。はい、まだかいくらぐらい。8個で700円ぐらい。みさちゃんギリギリ。みさちゃん150前半だったのよ。そう140センチから引き上げになって150になったのよ。そうチャイルドシートの乗らないといけない人が、だからアミチャイルドシート乗らなあかんねん。そうまあもう14やから大丈夫やと思うけど、身長的にはまあつけないといけない年齢じゃない身長。海はいつまでも改札ピョーピョーなってたし、わかる。てかなっててほしい。てかもうなってると思う。あのね、なってないけどなってるように聞こえちゃうのよアミが通るとき。チャイルドシートあるおもろい。今度から配信にチャイルドシートあったら笑う。それはもうほんまにもう運転手さんが分かりすぎているアミのことを。さすがやつ。あの子だからチャイルドシート乗って移動するってことやもんね。それ聞いた時150ない音がどうなると思いました。ねえさ、ニュースではさ何歳以上って書いてるだけで何歳以下とは書いてなかったやんか。だからチャイルドシート乗りながら運転する人もおるってこと。ってなっちゃうよね。
よっぽど足が長くないと絶対にアクセルとか届かんけどね。まあ事故った時に固定はされるよね。ブンブンならない。コストコそんな楽しいよね。行きたくなった。え、マジで行ってみて。チャイドルやばい。チャイドルめっちゃおもろい。そう、コストコね、今ね、まあいろんなとこにあるからね。兵庫にもあるし、滋賀にもできたらしいし、大阪にもあるし、皆さんぜひ行ってみてください。は平均12歳で150センチ超える。あ、ジャミも大体そんぐらいで超えてないわ。また100、あ、超えてるか。13歳ぐらいで超えてないわ。150になった。168の友達、運転手にチャイルドシートでつけれるからじゃないの。かわいい。アミと同じ身長だね。コストコついててもらったけど楽しかったけど、大家族とかシェア前提。アミたちはね、もうシェア前提で行ってます。なんか買って、なんかコストコ行った時はなんかその親戚とかね、家族とかになんかいるもんある、これ買ったけど分けるみたいな感じで連絡してますね。もう身長伸びてるね。全然多分、うん、でもね、成長速度は遅くなった多分。でも成長はしてる全然。そろそろ壇上呼んで終わりたいと思います。そっか、こういう時に2個使えばいいのか。あら、落ちた。じゃあこっちは昨日の分の方のやつか。ちょっと汚くなってるから、あ、でもな、初日のやつやから置いときたいな。じゃあまた書けばいいか。4月24、8月30、初日じゃないわ、アバターもらった日のやつやから置いときたいけど、また書けばいいでしょ。一回消しちゃいます。汚くなってきたし、猫の毛がさ舞うからさ、結構ここら辺猫通ってついちゃうよねっていう。今日の配信、過去昨日ですね。8月23日か。